中国語レシピどうぞ、ありがとう。どうぞ、どうぞ。もちです。はい、というわけでですね、今回は〇〇レシピ第3弾ということで、はい、前回のせっくんがフランス語レシピを持ってきたときに、もう俺が今解けなすぎて、めっちゃムカついたんですよ。はい、でも俺はこれからもう、出題者側に行こうということで、はい、今回僕が中国語で持ってきました。なるほど。なるほど。でですね、今日、ちょっとカイトくんが、なんか熱が、なんか45度ぐらいらしくて。砂漠でも。前に、ま、俺いなくても動画いけるぞみたいなやつで出てもらった、レイに来てもらいました。サポートメンバーとして。はい。なんかいい。緊張すんの。まあ、というわけでね、今回俺が、中国語でレシピを持ってきましたんで、はい、まあ、それをみんなにこう送りまして、はい、料理名と材料が全部中国語で書いてあるんで、実際作って持ってくるといった、まあ、いつもの感じでお願いします。はい、はいはい、というわけで今回は中国語レシピです。やっていきましょう。はい、じゃまず送りますね。はい、こちらです。うわ、おっと、イノシシ肉合わさい。いや、そうよ。フランス語よりは可能性大いにあると思います。確かに。まあ、とりあえず今回はこのレシピを見て、はい、材料を考察して買ってきて、はい、まあ、作ってくださいといった感じでございます。はい、はい、じゃあ作戦会議タイムお願いします。はい、まずね、イノシシ飼ってとこなんだね。イノシシの肉ってやばくない？イノシシはない。ドスファンゴすぎる。ドスファンゴすぎる。ドスファンゴすぎる。ないよ。醤油はわかるよ。醤油で、多分ブロッコリーも消えてるよ、ね、多分ブロッコリー。そう、なんかなんとか油はあれかな、ごま油。まあでもなんか香り付けの油っぽい。オリーブオイルじゃない？ああ、え、中国語でオリーブオイルのことある？いや、わかんないけど。中華じゃない？なんか香る油っぽくない？これなどじゃね、この米みたいな。でもネギじゃん。なんとかネギ、玉ねぎみたいな。あー、ネギじゃないの、こんちは。ほんとだ、玉ねぎだ。なんか見えてきたのが玉ねぎ。玉ねぎだ、わかんないけど。玉ねぎじゃん。その下のなんか茎みたいな、なんか玉ねぎみたいなあるけど。イノシシ範囲か、まず何？これがメインなんだよ。肉じゃん。容易に買えるものって言ったら牛肉、豚肉、鶏肉だけど。豚は？豚か？イノシシ、わかんない。イノシシ、豚一番近くね、そんなの。これ豚肉だとして、豚肉、ブロッコリー。ヒントないですか？あ、そう、ヒント欲しいわ。ヒントいる？いや、いるだろ。欲しいよ。わかるよ、これ。いや、わかんない。無能すぎ。そうだね。じゃあ今から3つ材料をあげます、この中から、うん、で、その中で一番知りたいのだけ、うん、ちょっとヒントあげます。おー、まあ、じゃあ下から2番目のそれ、うん、と下から3番目のそれ、うん、で、上から2番目のそれ、あ、どれがいいですか？一番わかんないの、下から2番目じゃね。それな、うん、これがいいですか？はい、まあ、これのヒントとしましては、よく辛めの鍋とかに入ってます。ニラ。あー、ニラじゃね。ニラ。あー、なんかに、あー、なんかニラに見えてきた。こういう、こういう、こういう、ラー油。ラー油じゃね、これ。あ、ラー油じゃん。ラー油じゃん。ラー油だ。ラー油、ラー油だな。え、でもさ、餃子ってニラ入んね、それは。ラー油使って餃子。餃子じゃね。今来たけど。餃子じゃね。ニラ、醤油使うし、玉ねぎ使う。入りそう。ミンチ的な意味なんか入った。入って、ミンチっぽくね。ミンチっぽいね。餃子や。で、醤油。で、醤油つけ。醤油つけ。醤油。じゃあ、一応餃子の材料買いましょう。せーの、いってきまーす。はい、ということでね、はい、まあ、私たちはですね、そのイノシシ肉みたいなやつは、まあ、豚肉だと。そしてなんか香る油、まあ、こちらはなんか見たことあるなってことで、これちょっと暗い。なんか違くない？あれ、ラー油って書いてある。なんか文字、これは日本語です。文字、あ、ラー油、ラー油。大丈夫か？あ、ね、あ、そうだな。香る油はやばい。やこれやばい。これやばいな。この問題の合わさいなんですけど、完全に餃子に合わせに行ったんですけど、もうニンニクでしょって。はい。そしてこのなんかそんなんちゃみたいなやつは、まあ、これは玉ねぎでしょっていう、バンジョー一でね。玉ねぎね。そして玉ねぎ。
はい、そしてヒントにあったこのなんちゃら菜はまあニラということですね。バレてた。そしてまあ一番下は醤油ですよね。まあそれは醤油。はい、醤油は醤油。まあ以上をもちまして、はい、これは餃子です。うん、ということで餃子を作っていきます。はい、あらえサムネ絶対違う。せーの、餃子包みタイム開始。Fuck you。 おー、いいじゃん、いいじゃん、いいんじゃない普通に。もう盛ろうぞ。しなしなでくさ。よし、はい、OK、 いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。せーの、完成でーす。できましたー、餃子です。はい、まあ、見栄えとしては悪くないんじゃないかなって。まあうまそうではある。酒食べます。じゃあ、はい、はい、いや毎回名称の料理はまずくもないけど美味しくもないっていう。確かに一番しょうもないから。確かにってお前知らんだろ。でもまあ見た目はチャオズ、チャオズっすね。今それ挟む。どうだ、よいしょ、もぐもぐもぐ。やかましい。餃子だな。餃子、すごくね。でもね、うまくはね。あー、出たー。なんか最初はおって思うんだけど、こう進むにつれてなんだこれはってなってくる。噛めば噛むほど味が消えてくる。そうなんだよ。ああだいぶ。これさ、中に味なくね。そうなんだよ。いや俺らさ、醤油ぐらいしか入れてないもん。1ミリも味なかったんだけど、中に。どうですか。まあ餃子ということでですね、はい、はい、まあ、正解の方を発表していきたいと思います。はい、まあ、こちらのイノシシ肉アワサイ、はいはい、正解は豚キムチです。全然違います。全然違うじゃん。イノシシ肉は豚肉です、うん、はい、まあ、豚ひき肉です。そうな、うん、でその下この香る油、これごま油です。うわ、出てましたね、ごま油ってね。出てたね、出てたね。でその下のこの合わさい、包菜、これが鍵だった。これキムチです。これキムチなの。わからん、わからん。でこの下玉ねぎになりましたけど、長ネギです。長い、長ネギ、まあ、か長いって見えるな。長いって見えますよ、ね。確かに。本当だ。れたら長ネギだな。でその下ニラです。おニラ。これすごい。すごい。すごいなってんの。今醤油ってことでね。キムチさえ分かればね、豚キムチに行けたと思うんだけどね。初の不正解ですねこれ。ね。くそ。全然ケースじゃない。